そのお花屋さんは笑顔で花束を作っていた。よし、5月10日は母の日。今年の母の日は花キューピッドで。花キューピッド。お母さんの誕生日来れる？ほんとごめん、忙しくて。ん？花キューピッド。遠くのあの人に思いと一緒にお花を届けます。